はい、リップセレクトのまさきとあゆみです。さて、本日海の日です。おー、海の日といえば、海の日といえば祝日もう海へ何回か行かれたんですか？こんがり焼けてますけど。海は割と毎年行かないんですよね。それで言うと割と行くんですよ。行くんですか？多分あなたと初めて出会ってから私結構海行ってるんですよ。白いですね。白いんですよ。アレルギーですね。はい。死ぬ気で言ってるんですか？いや、言っているのは、はい、その知らなかったんで言っちゃうんです。さすがに知ってからはまだ言ってない。ですよね。はい。え、海の日のエピソードとか特になく？ないですよ。だって私結構焼かず。海っ子じゃないですか？全くですよ。全く見た目だけですよ。本当予想に反していかないですか？そうなんですね。はい、で逆に言うと、さあ、その見た目に反して、はい、割と海っ子なんです。山っ子じゃないんですよ。海が好きなんですか？全然。何が好きなんですか？あ、そう、バーベキューとかね。ああ。そういうのが好きなんです。ワイワイが好きなんですね。そうです、そうです。うん、さて、はい、先週、ちょっと新たな決まり事というか、はい、このリップデリバリーマンデーの対決シリーズで、プレゼントを募集したんですが全然来ないので、まるでキャンプファイヤーのリターンかのように考えたと、はい、商品で金額が1000円未満のものをくれた方には割といいめのコピー用紙に我々からのメッセージを書いてお返しさせていただきますと。で、5000円までがどちらかご希望の証明写真プリクラでもないですし、チェキでもありません。はい、証明写真、証明写真、はい、いっぱい使えるってことですよね。ただ同じ顔ですよ、証明写真ですからプリクラってこう何パターンがあるじゃないですか。それ全部のまとまりをあげます。そうですね、そりゃそうですなるほど。はい、で、1万円が我々の2つ、はい、2人のやつの証明写真または歩み2枚とか。ああ、それはいいんじゃないですか。全然いいと思います。でもいい。あ、それは全然いいです、はい、で、それ以上の方は、そもそもリップセレクトのデモ、発表しているものもあるんです。バージョン0とおいおいとぶっ飛べは発表してるんです。あ、ドリーミーもそうか。そうです。は出してるんですけど、そうじゃないでも。例えば、僕が歌っている。全コーラス僕が歌っているガンガンとかあると思うんです。いっちゃいます？いや、全然いいんじゃないですか。攻めてますね。全然いいんじゃないですか。全然。攻めてないです。攻めてないです、ね。いいと思います。はい。とか、まあ、あなたが歌ってる仮歌バージョンとか。っていうのは山ほどあるわけですよ。で、そちらをプレゼントしようかと。はい。ちなみに、はい。1万円以上買いました。はい。でも、手紙も欲しいですって方はどうします？プラスで渡します。どうしましょうかね。それはでも別々にじゃあお願いします。ああ。1万円以上の商品と1000円の商品を別個に買ってください。そういう感じですね。やらないとわからないんで。なるほど。わかる。あと、その購入時にちゃんと送り先の住所も書いてください。お名前とか。ここに送ってください。いや、書く欄があるんですよ。なので、それをちゃんときちんと書いていただけないと、リターン返せなくなっちゃうので。なるほど。ただ、いただく一方になっちゃうので。それはそれで別にこっちはいいんですけどね。もし、あゆみちゃんの正面写真欲しいと思って、買ってあげたのに届かないクレームになったら嫌じゃないですか。なのでそちらをお願いしますと。はい、お願いします。まあそんなことを別に問い合わせくれてやら分かりますけどね。そうですね、大体ね、大体分かるんですけどね
はい。さあ、で、現在、リップデリバリーマンデーでは、タケシリーズやってましたが、8勝6敗で私が先行してますが、決着がつきそうにないと。はい。あ、決着がつきそうなのに、商品が届いてないので、決着がつけられないとなっておりますので、わちゃわちゃと、ニンテンドースイッチのオーバークックを今やっております。はい。で、先週、2の2で、星3つ取れずに、今、今週も引き続き、やることになりました。さあ、やりましょうよ、早速。作戦会議はなしですか？いきます、このまま。やっぱり、やり方としては、同じですよ。誰かが材料を出す人。で、真ん中にいて、商品、材料受け取って、切って渡す。で、常時あそこに置いていいのは、2個までですよ。3個置いたらダメです。今までの感覚でパッパッパって3個置くとネズミに取られちゃうので。じゃあもうその前に他の行動に移すってことですね。うん、そうです。はい、わかりました。はい。はい、相も変わらずパンダが私です。四角が私です。それは偉ってるってことですか？違います。偉そうってことです。よくわかんないです。さあ、玉ねぎです。ダメ早い。ほら。これだとダメなんだよ。ダメですか？うん。ネズミ来られたらもう対応できなくなっちゃうので、2個まで置いてください。はい、マッシュルーム。はい。はい。はい、マッシュルーム。はい、マッシュルーム切れました。はい。はい、じゃあ入れましょうか。入れます。はい、いける。はい、トマト入ります。はい、トマト取ります。置きました。はい。置きました。はい。はい、もう一個です。マッシュが。マッシュが。はい、いきます。トマト入れます。はい。マッシュ出します。はい、マッシュは出します。はい。トマト出します。はい。あ、ってことはマッシュ自分で入れた方がいいね、これね。はい。あ、取られた。うっそ。予想通りでしたね。マッシュ。私真ん中行きまーす。はい。マッシュ出しました。はい。はい。はい、お願いします。はい。お招きください。はい。1。はい。はい、じゃあ先マッシュ出します。はい。ああ、間違えた。ああ、わちゃわちゃやってしまった。トマトだ。真ん中次入ってください。はい。ちょっとお先に出します。はい。いきます。あ、来た。いいよ、大丈夫。はい。はい、トマト。ネズミちょっと力強いね。俺今持ってかれたよ。対決できない。次倒はできる。ネズミに俺パンダって負けんの？まさかだよ今。俺、あいつもう追い込んでやろうと思って今ちょっと戦ったのに、やられた。あ、玉ねぎ切ります。お願いします。2個置きました。はい。やばい。はい、あ、行っちゃダメ。そっち行っちゃダメ。はい。あ、他の、ダミーで置いとくとそれ持っていくもしかして、トマトを切ってください。トマト切ってください。たくさん切ったらってことですか？うん。なるほど。でも、2匹出てきたりしますよ。あ、そっか。ちょっと行きまーす。大変。ちょい。トマト、スジマッシュ。真ん中行きます。はい。あ、トマト出るな。よいしょ。はい、じゃあ真ん中入ります。はい、マッシュできました。お願いします。マッシュ。はい、マッシュ。一個ください。一個、マッシュ一個。マッシュ一個、マッシュ一個。はい。あ、今のこっちいいかもしれないね。いいですか？今のいいか、真ん中に置くのいいかもしれないですね。
はい、お皿置いてあります。マッシュ、次玉ねぎだ。あ、マッシュ皿、なんかわちゃわちゃしてきた。お腹いきまーす。いい、ダメかな。でも200いってる？いける。あー、いきましたね。難しくなってきましたね。そうですね。まあゲームってそういうもんですよ。後半になれば難しくなりますが。まあいいんじゃないですか。はい、222。うん。7月22。なんかいい感じじゃないですか。海の日。海の日だよね。はい。ということで、はい。はい。2の2はクリアできました。来週は2の3をやります。はい。プセクトマザキと。あゆみでした。